はい、ゾウンパートナーズの森です。今回はですね、実は危険な3つの木のお話をいたします。何気なくね、植えてある場合だったりとか、あとは公園だったり、街路樹になっている木がですね、実は危険な場合がありますね。で、今回はですね、そんな実は危険な木を3本。 紹介するというような感じですね。まあ、いろいろね、危険な要素はあるんですけれども、まあ、3本あります。一歩間違えればですね、目が見えなくなるということもありますし、もうもっとね、間違えてしまうと死んでしまうということもありますんでね、注意をしてください。で、えっと、特にですね、子供がいる家庭はですね、十分に注意をした方がいいんじゃないかなと思います。そ、これ最低でもね、3本知っておけば、まあ、とりあえずね、結構有名な木がね、危なかったりしますんでね、まあ、有名な木3本を紹介するというような感じですね。 私の家にもね、小さい子供がいますんで、まあその3本の木は特にね、注意をさせているというような感じです。また今回はですね、あくまでも一例という風になっておりますね。他にもね、たくさんあの、危険な木っていうのはね、たくさんありますんで、まあもしね、興味がある方はですね、 ぜひね、調べていただきたいなと思っております。まあ、今回紹介するのはメジャーな木3本というような感じになってありますね。このチャンネルではですね、こんな感じで危険な木3本を紹介しているときもあります。造園業、植木屋さん、庭師さん、に庭木の話をしているときもありますんで、チャンネル登録まだですよという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということでですね、早速解説の方をしていきたいと思います。1本目の木はですね、共竹刀ですね。共竹刀で結構あの、有名な木なんじゃないかなと思いますね。まあ、 と言ってもですね、私は植木屋さんになるまで、共竹灯という木を知らなかったというような感じですね。まあ、ぜひね、今回紹介しますんで、これを機にね、知らないよという方いらっしゃったとしてもですね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思いますね。まあ、今回ね、この辺にちょっと、写真ね、出しておきますんでね、見ていただきたいなと思います。共竹灯はですね、夏になると綺麗なお花が咲きますね。まあ、有害な木なんですけれども、白かピンクと、まあ、ピンクなのかなあれ、赤なのかなちょっとなんか色のね、感じがね、なんか私ね、あんまりあれなんですけど、まあ、ピンクか白かというような、 ような感じですね強く切ってもあまりね枯れてしまうということがないんで伸びすぎてしまった場合にはですね強く切っても大丈夫ということですねまあこれ強竹刀ねあのたまにね庭木で植えているという方もいらっしゃいますんでまあこんな感じで解説をしております通常の剪定はですねお花が終わったらあ切ってあげればいいというような感じになりますお花はですね夏に咲いておりますちょうど今ね夏なんで咲いているというような感じですですんでまあこれが終わったら切ってあげるというような感じですねでえっと強竹刀はですね病害中 だったりとか大気汚染え、潮風に強くて海岸だったりとかえ幹線道路沿いの工場、学校、公園など条件の厳しい場所に植えられている場合がよくあるということですね。まあ、大気汚染にね強いというのがねよく言われている気なんで、まあ、工業地帯だったりとかっていうのにもね結構植わってると。でそこの近くのね公園とかだと結構植わっている場合が多いですね。あとはね片側三車線ぐらいあるようなもう国道何号みたいなところのね。 あの中央分離帯みたいなところでね、植わってたりとか、いうこともよくある木ということですね。で、この強竹刀なんですけれども、樹液が目に入ったら、失明をするという可能性があるそうですね。なんで、木ってね、樹液がちょっとねちょ、ほんとほとんど出ないんですけれども、ほんとちょっとだけ出て、それね、ついたこう手袋とかね、あの、服の方のほろやっちゃうとね、目見えなくなっちゃうということがあるみたいなんでね、十分に注意をしていただきたいなと思います。で、えっと、燃やした煙をですね、たくさん吸い込んでも中毒になって しまうということもあるような木なんですよね。まあ、恐縮等はね。結構怖い木ということですね。なんで迂闊にね。勝手に燃やしちゃったりとかっていうのもね。ほん、あの多分ダメなんじゃないかなというような木ですね。で、えっと私が住んでいる千葉県ではですね。供蓄等はですね。えっと千葉市の花木になっているという感じですね。ちなみにですね。千葉県たくさん植わってるみたいですね。結構ね。他の県に比べてもね。あの埋まってるんじゃないかなっていうような感じはしますね。特にね。あの私。 千葉県の中でもね、あの、東京湾沿いのね、あの、この辺の内房線っていうところのね、沿いにあの、実家があるんですけれども、そこ沿いはね、かなりいっぱい共築塔が植わってるというような感じですね。なんで、まあ、普通にね、共築塔あ、これ見たことあるなみたいな木だったんですけどまあ、植木屋さんになる前からね、見たことはあったんですけど、その名前も知りませんし、有害だったっていうのもね、知らなかったというような感じですね。まあ、危険と隣り合わせの状態で生きていたというような感じですね。ですのでね、まあ、これをね、見ている、動画を見ている方はね、ぜひね、これ以降は気をつけて いただきたいなと思いますあとはですねえっと自治体によってはね強築とちょっと出しちゃいけないよっていうところもあるみたいなんでね切った後ねまあそこの辺もねちょっと調べていただかないとわからないんですけれどもまあその辺もね注意をしていただく必要があるんじゃないかなと思いますねまあ、もちろんね食べたら危ないというのもあ,ありますんでねまあ食べないとは思うんですけれどもねまあ、口に入れても危ないというような気になりますんで十分に注意をしていただきたいなと思いますで2本目はですねシャク投げですねシャク投げもね有名な木なんですけれどもこれもね実は危ない木ということですね生の 葉っぱはですね、ロドトキシンという、う痙攣性の有毒 物質を含んで、誤用すればですね、運動麻痺や、えー、呼吸不全を引き起こすということですね。なんで、まあ、食べて飲んじゃったらもう危ないよということですね。葉を食べることはないと思いますけれども、まあ、大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、葉っぱ、青いそうだな、葉っぱって言って食べたりとかすることはないと思いますんで、まあ、大丈夫だとは思うんですけれども、小さなお子様がいる家庭ではですね、十分に注意をしていただきたいなと思いますね。小さい子供とかって、ね、何やるかわからないんでね、もしかしたらちょっと口に入れちゃうっていうこともね、ない とは言い切れないんでね、注意をしていただきたいなと思います。シャクナゲはですね、低木で大きく綺麗な花が咲きますね。まあ通常はね、春頃にお花が咲くんですけれども、お花はですね、白色かもしくはまあピンク系統が多くてですね、黄色っていうのもね、あるみたいですね、えー。切る時期としてはですね、花の後になりますんで、夏までに切っておけばいいというような感じですね。春から梅雨ぐらいの間にかけてお花が咲きますんで、お花が咲き終わったそのタイミングで、 少し切ってあげるというような感じの木になりますね。まあ、尺ナげはですね、いろいろな種類のものが売っていて、買いやすい木なんじゃないかなと思いますね。普通にね、あの、ホームセンターとかに行っても、結構尺ナげって種類いっぱい売ってますんでね、こんな花が咲きますよ。こんな色ですよ。そんなに大きくなりませんみたいな感じでね、結構売ってたりしますんで、まあ、葉っぱをね、食べてしまわないように注意をするという必要がありますね。ちなみにですね、そんなに伸びる木ではないんで、まあ、育てるのもね、結構簡単なんじゃないかなと思いますね。まあ、葉っぱを口に入れることが ななななければですすねねととっても素晴らしいいい木なんじゃないかなと思います、ね、あんまり伸びませんし、お花もね、綺麗に咲きますし、結構ね、枯れるというのね、あんまりないんじゃないかなと思うんですけれども、あんまり切りすぎちゃうとね、枝がね、ちょっと弱っちゃうとかっていうこともありますんでね、そんなにね、手入れする必要ない木だと思いますんでね、結構育てるのも簡単ですし、植木鉢のままでもね、結構育てられるというような感じの木になりますんで、えー、気軽に変えてですね、でも葉っぱだけはね、注意をしていただかないといけないというような木になります。3本目はですね、譲り葉ですね。 ね、ゆずり葉もですね、実は危険な木ということになります。11月からですね、12月、まあ冬ぐらいになるとですね、ぶどうのような実がなるんですけれども、見た目はね、ぶどうみたいだなと思って美味しそうで、小鳥もね、集まるんですけれども、有毒物質が含まれており、食べればですね、えー、呼吸困難などを引き起こすということなんですね。葉っぱや樹皮、皮ですね、あの木の皮にも有毒物質が含まれていて、家畜が食べてもた立てなくなったりとか、あとは食欲不振、えー 心臓麻痺を引き起こすということなんですね。葉っぱや樹皮も危険ということですね。ゆずり葉っていうのはね、あの、正月に鏡餅の上に乗せてあるのがゆずり葉なんですけれども、あれね、鏡餅と、あとは橙々っていう実とね、あとゆずり葉を飾るんですけれども、あのゆずり葉ですね。あれはですね、間違っても食べてはいけないということですね。まあ食べないとは思うんですけれども、まあ間違ってね、口に入れてしまうことがないようにしてくださいということですね。えっ、ー、と、実がですね、結構綺麗で、あの、ブルーベリーに似てたりしますんでね、まあ間違っても食べないでください。 ということですね。とっても危険な木ということですね。まあ、ち、これもね、小さいお子さんがいると、間違ってね、それも食べてしまうということもあるかもしれませんので、十分に注意をする必要があるんじゃないかなと思いますね。譲りは普通にね、植わってて、あの、冬になるとね、実がなって、あ、あれブルーベリーかもしれない。パパ、あれブルーベリーだよと。と食べちゃう。ね、そんなことがないようにね、ぜひね、注意をしていただきたいなと思っておりますね。あれはもう、危険な木で死ぬぞ、というのね、あの、しっかり。 お子さんにはね、伝えてあげないと、もしかしたらそういうこともあるかもしれない木ということですね。あとはですね、葉っぱも食べてはいけませんし、まあ、樹皮もね、食べてはいけないということです。まあ、人はね、あんまり葉っぱとか樹皮とか食べないと思いますね大丈夫だと思うんですけれども、まあ一応ね、注意をしていただく必要があるという気になります。でおまけといたしましてはですね、ヤブガラシっていうのもね、注意をしていただきたいなと思っております。まあこのチャンネルをね、あの、よく見ていただいているファンの方々はですね、もうしっかり知ってるよという方もいるかもしれないんですけれども、まあ一応ね、紹介させていただきます。 ヤブガらしはですね、えっと、つなので、今回はおまけに入れているというような感じです。えー、これはですね、つる自体がね、あの、危険なわけではないんですよ。つル食べても大丈夫だと思いますし、まあ、実がなるんですけど、それ食べてもとりあえずは大丈夫だと思うんですよ。ただね、その葉、あの、花、花がなって実になるんですけれども、その花にですね、蜂が集まる草、 えっと、つるなんですよ。なんで、注意が必要になるという感じです。特にですね、夏になるとですね、ほぼ確実に、そのゆ、えっ、ー、と、ヤブガラシがある、その一帯にはですね、一匹はね、必ず蜂います。もういつ行っても多分一匹はいるっていうぐらい、本当に蜂がたかりやすい。 つるなんですよ。なんで注意が必要になるという感じですね。まあ今ちょうどね、夏なんで、ヤブガラシがはあるところには蜂がいるというふうに思っていただいても過言ではないんじゃないかなと思いますね。今日もね、あのヤブガラシちょうどね、何個か見たんですけれども、もちろんね、あの、漏れなく蜂がね、 何匹かいましたね。なんで、気をつけてください。近くにね、巣を作るということも結構ありますんでね、気をつけていただきたいなと思います。ま生命力もね、強くて、なかなかね、なくならないというのもね、困った点なんじゃないかなと思いますね。あってもね、そのヤブガラシ、いいことはね、ほとんどないと思いますんで、もしもね、家にあるようでしたら、すぐにね、取ってあげた方がいいという感じです。で、取るときには、蜂がね、巣を作っていないか、蜂が近くにいないかっていうのね、十分に注意しながら取ってくださいね。発射されたらね、もう。 すごい痛いですしスズメバチとかだったらねもう病院に行かないといけないなっていうことにもなり得ると思いますんでねまあ、十分に注意していただきたいなと思っておりますまとめといたしましたらですね今回紹介した木はですね強竹と尺投げゆずり波とでおまけでやぶがらしを紹介しているという感じですまあ、庭木としてはね結構 こう普通の木なんですけれども葉っぱだったりとか実をね間違って食べてしまわないように注意をねしていただきたいなと思います強築島に至ってはですね樹液も危ないという風にされていますね自治体によってはね先ほども紹介したんですけれどもゴミステーションで引き取ってくれないというところもあるそうなんで、えー、困った気だなと私は思っておりますちなみにね千葉県では強築島はかなりいっぱい植わっていますんで千葉県民の皆様はねぜひ気をつけていただきたいなと思っております、えー、特にね小さいお子様がいる家庭をね注意 注意をしていただきたいなと思います私の家にもですね小さい子供がいますんでいつもね注意をしているという感じですね強竹刀を見つけたらあの木にはね絶対に触るんじゃないぞとまぁ、あ、触っても大丈夫なんですけれどもね触ったらね絶対こう子供はね虫ってね虫しった後どうするかって言ったらねちょっとっ顔に近づけますからねもうその時点でね怖いなって親だったらね思ったりしますんでねもう触るなというようにね教育をうちではしているという感じですねまぁだい子供だったらねその辺草だったり葉っぱだったりねあったらもう大概むしりますからね 僕も子供の頃はよくね、葉っぱをこう蒸しって遊んでもう何するわけでもなくなんとなく見てその辺に捨てるっていうようなね、感じで遊んでたんですけれども、まあ間違ってね、あれ 一回口に入れてみようかなってなっちゃうかもしれないというのが子供だったりしますんで、ね、ぜひね、子供がいるご家庭ではね、それね、あの、教えてあげていただきたいなと思います。危ない木が植わっていないかね、しっかりと見ておくという必要があるんじゃないかなと思います。ということでですね、今回は実は危険な三本の木のお話をしております。こんな感じでね、危険な木の話をしている時もあります。造園業、植木屋さん、庭師さん、庭木の話をしている時もあります。チャンネル登録まだですよという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。あとですね、いつもグッドボタンいただき ましてありがとうございます。今回も良ければグッドボタンいただけたらなと思っております。他にもね、何かあの質問などございましたら、コメント欄の方にいただけたらですね。返事は動画にて返しておりますので、何かございましたらコメント欄の方にいただけたらなと思っております。私はですね。造園業、植木屋さん、庭師さん、業界全体が良くなるようにと思いまして、この動画、このチャンネルを作っております。ぜひ応援の方もいただけたらなと思っております。ということでですね。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画で会いましょう。